アビオンは、スペイン、カリシア州、オーレンセ県の自治体で、コマルカドリベーロに属する。カリシア統計局によれば2010年の人口は2561人。自治体の中心は、アビオン教区。住民故障は、規範で正式に認められたものではないが、男女同系のエイビネンスという形式のものが使われる。 ガリシア語和社の自治体人口に占める割合は97.71%。アビオンという地名は自治体内を流れるアビア川に由来し、ガリシア語、カスティーリア語で飛行機を意味するアビオンとは無関係である。アビオンはオーレン世間の北西部、コマルカ・トリベーロの北西部に位置する。北はベアリスト、東はボボラスト。 レーロと東から南にかけてはカルバジェーダでアビアと南はコベーロと西はホルネーロスデモンテストアラマの各自治体と隣接自治体の中心地区はアビオン教区のサンシュスト地区アビオンは山間部の非常に起伏の飛んだところにあり西には1000メートルを越すスイード山地やファロデアビオン山地があるこれらの山は地形が 山頂から険しい谷へと落ち込んでいるため、通行は困難である。水の流れは、アビア川とその支流によって形成される。アビア川はニエバ教区にある、コンテアビアに発し、アビオン教区で3つの支流が合流する。それはオコウソ川、バルデリーアス川とボボラスとベアリストの境界をなす、カルデージ川である。気候は、高度差があるため、自治体内で様々である。 スイード山中やファロデアビオン山中では山岳気候で陶器は寒冷で降水量が多い一方高度が低い地域ではコマルカドリベーロの地域同様気温も高いまた山岳部と渓谷部の中間地域の気候は内陸性である海抜553メートルの地点にあるアミューダル観測所では1月は平均接種5.5度7月は 平均摂氏19度が観測されている。人口は9の教区の36の集落に分散している。11世紀においては、アビオンは、ブラガの司法官かつ区域内にあり、このことは、モンドニエド、アストルガ、ルーゴ、トゥイ、オーレンセ、ラメーゴ、コインブラ、ポルト、ビゼウの司教たちによって確認されている。アビオンは1139年に、ポルトガルが王国として独立するまで、 この関係は維持された。1150年、オビエド、オーレンセ、アストルガの司教たちの間で教区の教会をめぐる争いが起こり、時の教皇をエウゲニ,ニウス3世は、この騒動の解決を、ガリシア王であり、カスティーリア王でもある、アルフォンソ7世に委託した。アルフォンソ7世は、同年3月、オビエド司教に対して、パドロン3からドニアまで、そして、 アソール川からアルノイア川がミーニョ川に交流しているまでのリミア地区、ペトラインといくつかのカスティーリアの境界があるバローソ教区、オルセジョン司祭管轄区、アビアとアビオンの境界のオーレンセ司教への譲渡を命じた。1156年、オーレンセ司教とついの聖堂参事会はノボアとアビオンの司祭管轄区を加える司教区内の教会の再配置を行った。このことによって、 それ以前は別の教区に属していた、ノボアとアビオンの領域は別の地域となり、オーレンセシ教区の一部となり、アビア、アビオンの地と呼ばれるようになった。1215年アビオンのサンアンドレスデアベレンダ教会に聖堂騎士修道会が到着した。1375年サルミエント家がリバダビア伯爵を創設、その支配権はアビオン、アベレンダ、アミウダル、バローソ、 に言えば、高祖教区にまで及んだ。これらのすべての教区は、1837年に、イサベル2世によって廃止されるまで不満さあるいは、ォガーサと呼ばれる、高納金を払う義務を負った。自治体市長は、ガリシア国民党のアントニオ・モンテーロ・フェルナンデス。自治体表議員は、ガリシア国民党、9、ガリシア社会党、1、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。 アビオンは旧の教区に分けられている。フトジは、自治体の中心地区のある教区。ネーラ、カルロス、エイブルーシャンのウソトゥーゴリーゴポルカンチェローズ、プロザ・プブリカ、HTTP、プロザ・ガル、リクターソ、1263、エボルシオンのウソトゥーゴリーゴポルカンチェローズ、AB、ディース・ヤナージ・グラフコ・エレストロドで、ガリツヤ・ボリュームに、 p280 から282ジゲルプブラケーションス2009 ISBN 978から8461358113パブロスヨネスデエチョデスで1900アスタ1991シフレスオフィシャルズでロースセンソスリスペクティボースシフレスオフィシャルズでパブレーシアンリザルトンツゲラレビチオンデルパドロンミューニセプル A1 デエネロありがとうございます